はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ヤマハの U3E ですね。ヤマハの U3 シリーズっていうのは1、2、3、松茸、梅、小、中、大、まあ、松茸梅って言い悪いじゃないんですけど、大きさが違うんですね。その一番大きいやつ、これが3型になるんですね。この E シリーズになりますから、ちょっと年代的には古くなります。もう学校にあるピアノはもうほとんどこれですね。学校の音楽室にあるのはね、まあ、U3H とかね、 E とか F とか D とか、まあいろいろモデルはあったんですけど、これは E のモデルですね。いいです、すごくね。大型ですから、で、U3、に書いてますけどね、製造番号が691621となってます。中の状態はこんな感じですね。昔のピアノね、まあ今もいいのはそうですけど、ここに、補助ダンパーっていうのがついてるんですね。で、このここの弦とこっちの弦が交差してるので、その交差してるところのダンパーが小さいんですよ。で、小さいダンパーだと音の止まりが悪いということで、余分にこういうダンパーをね、ここに上がるでしょ、同時に上がるんですね。3つもついてますこれね。変な倍音が出ないように、音がちゃんと止まるように、こういうね、こういうね、やっぱり丁寧に作ってます、この時代のピアノはね。ただ、年代が経ってるもんですから、昔の塗りはですね、今のその塗装とちょっと違って、ちょっと薄くてですね、まあ、手塗りというかどうかありませんけど、薄いんです。ですから下の木材の木目がちょっとね、これもういいとこも悪いとこ映しときますね、出てるんです。これ見てください。ここ木目がこう塗装のとこにこう出てるでしょ、こういうふうに、わかります？ギザ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 ってこういうふうにね、擦り傷とかもいっぱいあるので、で、まあヤマハのピアノでね、10万切ることなんてまずあまりないんですけども、まあ外装のここのところね、これまあもう一回吹き付けしないといけないので大変なんですね。で、古いピアノなのに値段が高くなっちゃうので、ごめんなさいと、もう外装の擦り傷はこのままでいいと、これちょっとなんかね、当ててますね。もうとにかく楽器なので音さえ良ければいいという方のために、まあ楽器屋さんとしては、他の楽器屋さんはもうそんなんでよう売るなって言うかもしれませんけど、まあ、できるだけ低価格でデジタルピアノ買おうっていう人を阻止したいっていうのも実はすごくありましてね、絶対本物がいいに決まってるんですよね。ですけども、まあスペースのこととか音のこととかで、それは仕方ないです。ただね、値段が高いしっていう方がいらっしゃるんであれば、安いのもあるよということで、この U3E をその値段にしますね、安い値段にしますので、ただし外装は我慢してねという条件ですね。これ全部やると相当な値段になっちゃうのでね。ペダルはちゃんと3本ありますからね、普通にちゃんと弾けます。この U3E のこのモデルを格安で出しますので、こういうところは我慢してください。他もありますよ、傷がねちょくちょくありますけど、そこはもう気にしないと。中はちゃんともちろんきちんとね、楽器として整備しますから、そういう方のためにお安く出しましたと一生懸命言い訳言ってるかもしれませんけど、本当に、安くでいいの欲しいってね思って方いらっしゃるはずなので、音はいい、ヤマハの音まだ何十年も使えます。ですね、ちょっと音は狂ってますけどね、まあ言うことなしですね。中はね、ハンマーのファイリングからするのでもっと良くなりますよ。今でも大概いいですけどね。このヤマハの U3E、 ご希望の方早い者勝ちです。ご連絡くださいね。ありえない値段ですからね、お安いですからね、おっしゃってください。それではさよなら。